さあどうも日本刀チャンネル、今回はですね、はいどうも日本刀チャンネル、久々のイベント出演決定、よいしょ、ありがとうございます。さあ、久々のイベント出演決定ということで、早速紹介させていただこうかと思います。こちら、じゃじゃん、エディオンアリーナ大阪にて開かれますプロ空手道達人ネオ、よいしょー。はい、こちらはですね、プロ空手道達人ネオさんの方に出演させていただく運びとなりました。まあもちろんですね、私がこのするわけではなくですね、秒殺されちゃいますから、ではなくですね、オープニングですね、開会式、そちらの方で、居合の演舞をさせていただく、そういった運びとなりました。ありがとうございます。はい、でですね、まあ、このエディオンアリーナ大阪と言いますとですね、大阪では一番じゃないかな、揃いすぎかな、どうかなくらい大きな会場でして、難波にあります、確か相撲とかこの辺開かれてるような大きな会場な、そうですね、お相撲さんのね、あれも開かれてるような本当に大きな会場で、大阪府立体育館かな、体育会館、大阪府立体育会館、まあ別名エディオンアリーナ大阪です。はい、そちらで開催されるこのイベント、プロ空手道達人ネオ、多分今この辺に出てるかな、空手をベースにキックボクシングとかの要素も混ざったりとか、なんかその総合格闘技的な、でもあくまでも空手をベースにっていった、まあ、そんな格闘技になっております。でですね、主催がプロ空手道連盟さん、ニュージャパンキックボクシング連盟さん、で李新塾さんということで、まあ空手道連盟とキックボクシング連盟が入ってますからね、そういった格闘技なんでしょう。はい、僕もあんまりちょっとね、格闘技よく分かってなくてですね。で、この主催の李新塾さんの YouTube チャンネル、李新塾 TV というのがあります、まあ、そちらでこの大会のね、概要だとか、まあ、見どころを解説していただいているので、またこの下の詳細欄に貼っておきます。よろしければチェックしてみてください。はい、さあ、すごく大きなイベントなんですけれども、このなんとですね、今日がですね8日9日、日が回って9日、7月9日の2時に差し迫ろうとしております。居合の稽古終わってね、急いでお店まで来てこの撮影を急遽してるんですけれども、なんでかと言いますと、開催日が2022年7月17日ということで、1週間2週間切ったかな、くらいですね。ちょっと早く動画だけ作ってしまおうということで、今急遽撮影中です。はい、でですね、なんとこちらサンテレビさんで放送が決定しております。はい、まあ久々のテレビ出演となるわけですが、私以前にもNHK さんとか何かしらなんかね、いろいろ番組出させていただいてまして、あまり覚えてないんですけれども、なんかね、本当にいくつかメインで出てた番組名とかも覚えとかなきゃいけないなと最近反省しております。はい、で、まあ今回もですね、そこにまた新しくねテレビ出演させていただくということで、ちょっと嬉しさが込み上げてきてますね、じわじわと。はい、ただですね、この詳細がですね、ちょっと打ち合わせとかがまだ明日とかに予定してまして、具体的にじゃあテレビに出ますってなって、サンテレビさんで確か第2第4土曜日とかかな、この李新塾さんのテレビ番組があって、そっちで分割するのか、リアルタイムでの放送になるのかとか、まだそこまでね、ちょっと明日にならないと僕自身も分かってないので、曖昧な情報をお届けしてしまってはいるんですが、ぜひ
ひぜひ皆さんも追いかけていただければなと思います。非常に魅力的なイベントになっているかと思いますので要チェックですね。はい、まあ、そんなイベントに久々出演しますということで、何か話そうと思ってたんですが、そうです、日本刀チャンネル、もうね、ですね、頭が全然回ってない。もうすぐ、いや、もうすでに半年を過ぎました、このチャンネル開設から。もう皆様のね、コメントとかがね、すごく嬉しくてですね、もうそれが何よりのやりがいになっております。はい。やっぱりね、コメントがなかったりするとね、めちゃめちゃ寂しくてですね、もう、このチャンネルを続けられてるのもですね、見ていただいている皆様のおかげだと心から思っております。この場を借りて、お礼申し上げさせていただければなと思います。ありがとうございます。はい。で、まあ、こういったイベントごとに関してもですね、日本刀チャンネル随時受け付けておりますので、また何かございましたらぜひぜひご連絡いただければなと思っております。よろしくお願いいたします。さて、そんなところですかね。はい。あと伝えておきたいことも特にない。多分忘れてるだけなんですけれども。はい。まあそんなわけでですね、ぜひこちらプロ空手道達人ネオの方もよろしくお願いいたします。それでは、本日の動画ここまでとさせていただきます。ありがとうございます。よし